はい、こんにちは、MD ジャックです。アイです。耳の妖精ミミです。ねえねえアイ、新月ってどういう意味だっけ？月のように澄み切った明らかな心、悟りを開いた心を澄んだ月に例えた言葉で合ってるかな。いいんじゃない。今回のレビュー、 HG サウンド、ルナ、新月の澄み切った音を言葉で表現したってことですかね。だろうね。同メーカーのハートミラー、新境にも通じるとこあるよね。どっちも心穏やかにとか無の境地で聞きたくなるね。ミミィちゃん、食べ物のことでいっぱいな頭を無にして聞こうね。ああ、そうね。モデル名のことは頭に入ったけど、どんなモデルなんだっけ。 13.3mm のプレイナードライバー搭載モデルね。最近少し小ぶりなドライバーサイズが流行りなのかしら。ティンハイハイドゥドゥレッドショア S08 が 13mm でしたよね。そうだったね。 KZ は最初から 13.2mm で統一してたっけ。 13mm 台のドライバーサイズのモデル結構ある印象だわ。ルナのドライバーは下噛みそうに長いドライバーユニットと、これまた下噛みそうなコーティングプロセスを採用。でも質の高い低域を効かせてくれる。価格が1万5000円クラスか。プレイナーモデルとしてはお手頃な価格と言えるかな。ちょっと大きめの箱の中身はまず本体、それから収納ケースとそれにつけるカラビナ、ケーブルは 3.5mm、4.4mm に交換可能なプラグデザインがいいよね。イヤーチップが2種、6ペア、最後に紙類。リプレイスプラグはここがネジになってるんで、交換時はこれを緩めて、交換したらまた締めて完成。これならすっぽ抜けないんで、みんなこうなればいいね。フェイスプレートはやっぱり月の表面をイメージしてるのかね。そういう感じもするわね。仕上がりがとっても綺麗だわ。色彩的には地味だけど飽きのこない感じがいいね。サイズは縦横が普通で厚みがあまりないかな。片側 7.1g はアルミとマグネシウム合金を使用しているから、それなりに重さはあるけど気になるほどではないね。さて、ここからはいつものように波形を見ながら進めましょう。最初は2種類のバンドルイヤーチップの波形比較です。パッと聞いた感じ、広域が少し足りない感があったので、どちらかといえばブラックの方が個人的にはいいかなと思ったよ。マイヤーチップを重ねるとこんな感じになる。やっぱり多すぎてよくわかんないわ。まあそうだね。中広域以上がブラックのカーブに近いものを4種ピックアップ。ディバイナスベルベットが使いやすいし、カーブも似てたので、この後の音収録と視聴に使うよ。それ以外も結構似た感じなので、装着感で選べばいいだろうね。一方こっちはちょっと特徴あるやつ。ブラックの波形を基準に見てみると、特徴の違いを生かした調整ができるんで、時間があったら全部試してみたいけど。ないんでしょ、時間。まあね。今回の比較モデルは割と最近どちらもレビューしたモデルで、 13mm のプレイナードライバー搭載モデル、レッドショア S08 とティンハイハイドゥドゥになります。価格帯もまあまあ似てるんで、迷う人もいるだろうね。しかもどのメーカーも定評あるし。確かに。じゃあとりあえず聞いてみようか。そうしましょう。音調整の基準はルナ、イヤーチップはベルベット、バンドルケーブル 4.4mm バランス接続で収録。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
経比較がまだでしたね。パッと見 S08 はだいぶ傾向が違うんだね。ルマと S08 だと波形の重なる部分がほとんどなく、 S08 は波形でも低域寄りのバランスなのがわかる。中高域の立ち上がりがちょっと早めで特徴あるし、 3.5kg あたりを結構落としていたり、8キロ過ぎの落ち方は緩やかだったりと個性的。特徴である低域が秒間優先なのがちょっと気になったとはいえ、改めて聞いてみてやっぱりこれはこれでいいなという印象だった。続いて T-Hi-Fi ドゥヌーですね。これは結構似た波形ですよね。聞いてみるとすぐわかるレベルでドゥヌーの方が明るめな音でした。中高域以上を見るとルナの方が明るいんじゃないかと思ったんですけど。確かにドゥヌーの方が明るく低域は軽め、広範囲にわたるこの差分が中高域以上のなり方に結構影響してるってことだろう。どっちがいいの？印象はどっちもいいんで好みの問題になるだろうな。ドゥヌーをレビューした時の印象がかなり良かったんで、ルナを聞くまではドゥヌーの方が多分好みだろうと思ってた。ってことはルナの方が良くなっちゃったのかな。そうなるね。ルナの低域の質感に魅了された感じ。アタックが速く感じるんで、スラップベースのサムティングとかも気持ちいいし、リズムが締まる。秒間があってアタックが速くて明瞭な低域は文句なしって感じ。じゃあルナは完璧ってこと？低域の良さと引き換えに中高域以上の伸びが最初は少し足りない印象で、ルナのバランスに耳が慣れるまで結構時間がかかったんだよ。低域と比較するとこの辺りがちょっと弱めに見えるでしょ。ああ、そう言われてみれば EQ で低域ちょい下げでバランス整えるのもありだけど、質感のいい低域をできれば下げたくないんだよな。要するに高域でもうちょっと伸びてくれればいいわけだ。そうだね。だから最初のうちはセドナイアーフィットライトやオリジンを装着して調整してたんだけど、日を変えてベルベットに装着し直してみるとベルベットでも十分と思えるぐらい耳が慣れてきた。高域がきつくない分ボリューム上げやすいから、いろいろな音をしっかり聞かせてくれる。これまでなんとなくトレーナーモデルは高域がきついという印象もあったけど、ルナはそれを覆してる。じゃあ一般的に有望無形というやつなの？いいや、そこまでいかない感じで絶妙なんだよな。ルナに慣れると逆に他のモデルの高域がきつく感じるとか。まあそれはあるな。ルナはおすすめ。カエナモデル感触系で高域の抜け優先の人にはおすすめしない。低域をしっかり聞きたい人にはおすすめ。バランス重視の人にはややおすすめ。イヤーチップで高域を調整できる人にもおすすめ。好みがあるんでこの1本で全てのジャンルを賄えるとは思わないけど、1万円台中盤の価格のモデルとしてはいい仕上がりだと思うよ。イヤーフックで無線化しても低域は健在だったし。なるほど。愛は S08 もドゥドゥも結局まだ買ってないんで、この3モデルを後でじっくり視聴して1本買いたいと思います。そうだね。いろいろなシチュエーションで聞いてみるといいと思うよ。ということで HG サウンドのプレイナーモデルルナのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。